い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきましょう。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ようやくね、一章が終わりました。かかった時間、24時間ですね。24時間で、一章をクリアすることができました。結構、お助け機能とかがあって、一章は楽でしたね。行かなきゃいけないところに、簡単に飛ぶことができたので、すぐ、クリアすることができました。2章からは多分その機能はないんじゃないかな。うん、引き継ぎをすると多分そういう感じで1章は簡単に終わるような設定になるのでしょう。レベルが今76ですね。76でクエストを受けて85までレベルが上がるようになってます。はい、では第2章突入しましょう。まずはこの人からクエスト案内を受けなきゃいけないってことね。受けました。クエスト、タイタス号の羅針盤ですね。材料を集めなきゃいけないのか。わかった。ちょっと材料を集めてきましょう。アイテムすべてゲットしてきました。いいよね。はい。完璧です。よし、来た。で、経験値ももらいましたね。で、これでようやく船に乗って、次のエリア行けるようになったっていうことですね。やった。あ、わかりました。はい、大丈夫です。なるほど。これでようやく一章を完全にクリアした。いや、もうしてたのか？うん。乗船パスを入手するのがもうすでに2章なのかもしれませんね。行けるようになりました。で、ちょっとね、戦闘がさ、戦いが全然違うよね。オフラインとオンラインで全然違って、もうほんと別物のゲームですよね。別物で戦い方が全くね、俺多分上達してないんだよね。とにかく、天下無双をゴリゴリやっていくっていう戦い方になってるので、ちょっとね、これじゃあ、おそらく、つまずく。まあ、2章まではいけるにしても、3章、4章とか、そのあたりに行くと、多分ね、つまずきそうな気がするんですよね。まあ、とりあえず、ちょっとね、一度、戦ってみましょうか。強戦士がね、一回戦ってね、ボコボコにやられたんだよね。なので、ちょっと、いけそうなやつ行ってみようか。弱そうなやつどこら辺かな。ギルシュ、あ、プスボンとかあれだよね、最初の方に出てきたんで、そんな強くはなさそうだけども、ちょっと戦ってみましょう。最初に挑戦してからレベルがね、5ぐらい上がってるんで、いいでしょう。で、あのさ、この押し合いになるじゃないですか。これ、どのタイミングで攻撃すりゃいい？全くわかんない。押し合い、おい！待って、待って、ワンパンでやられるなって。もう結局こうなりますね。結局のところ、もうすぐに、天下無双のゴリ押しみたいになるんだけども。これ危ない危ない。これこういう時危ないんだよね。離れたりしなきゃいけないの。おいおいおい、もろ食らってるよ。そのね、離れたり近づいて、おいワンパンで死ぬな。離れたり近づいたりするのがね、難しいんだよね。あ、いや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 、もう全然、死ぬじゃん。できるだけね、あ、いった！敵をこうヒーラーにね、近づかせないようにってね、動こうとするんだけど、難しいんですよね。敵がどうしても先の方にゴリゴリ行っちゃうんで。いや、これダメか！ダメだな。いや、無理ですよ。いや、無理無理無理。なんだろうね。やっぱり戦い方が、
下手なんだろうな。うん、そもそもバトバスっていうのが俺は間違ってるのかもしれないですね。まあ多分今のレベルではきついのかもしれないので、もう少し先まで進んでレベル100ぐらいになってから強敵と戦おうと思います。まあとりあえず、2章をね頑張って進めていきたいと思います。うん、2章クリアする頃には戦いにもだいぶ慣れてくるんではないでしょうか。はい、頑張っていきます。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。